フォータムは、フィンランドエスポーに本社を置く、電力会社。世界12カ国に拠点を持ち、北欧諸国、バルト諸国、ポーランド、ロシア北西部を有力市場としている。ナスダックヘルシンキ上場企業。イマトラコスキ水力発電所フォータムの前身は、イマトラ電力であり、この企業は1932年に、 イマトラのイマトラコスキ水力発電所を運営するために設立された。イマトラ電力はオールヨキ側の水力発電所、インコートノンタリーの火力発電所、ロビーサ原子力発電所など多くの発電所を獲得した。フォータムは国有石油会社のネステ石油とイマトラ電力の合併で1998年に設立された。 2005年にネステは分離され、以後電力会社としてフィンランド及び周辺諸国を中心に発送電事業を行っている。ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス登録される唯一の北欧の電力企業である。水力発電は常にフォータムの中心的事業となっている。現在では260の水力発電所を主に フィンランドとスウェーデンで保有、運用しており、2010年で4683メガワットの生産能力を持つ。水力は、フォータムが北欧で発電する総量のうち48%で、フォータムが1年に発電する全電力の3分の1である。フォータムは、環境保全のために、ISO14001 標準を、健康と安全のために、 ゼズ18001標準を満たしている。水力発電部門は安定した投資政策の恩恵を得ており、フォータムは継続的な水力発電に投資計画で1990年代初期から50基近いの水力発電所の近代化に2.7億ユーロを投資している。フォータムは1977年から原子力発電を行っている。 フィンランド国内のロビーサ原子力発電所の2基の原子炉を保有しており、国全体の10%ほどの電力を生産している。加えて、オルキルオと原子力発電所を運営するテオリスーデン、ボイマの株式を26.6%保有しており、テオリスーデンボイマは、あればシーメンス連合と共同運用する3号機を建設中である。また、 スウェーデンと共にフォルスマルク原子力発電所とオスカーシャム原子力発電所の原子炉を共同保有している。オスカーシャムの45.5%の株式を保有し、フォルスマルクの22%の株式を保有している。2004年にはスウェーデンの原子力発電能力のうち17.9%がフォータムによって生産されている。 第一地域発電のパートナーとして、ロシアの原子力企業、ポリアニー・ゾリの株式の25.7%も保有している。フォータムは、北欧、バルト諸国、ポーランド、ロシア北西などの北東欧州において、熱の販売も行っており、31カ所のプラントが地域熱供給を取り込んだ熱電併給を行っている。フォータムは、 世界でも4番目の熱生産企業である。フォータムはフィンランドにおけるエコラベル電力市場の最大手である。3の水力発電所施設、7のバイオ発電施設、4の風力発電施設など、フィンランドで最も多くのエコエネルギー認定発電所を所有している。フォータム自身の発行物によれば、スウェーデンにおいてのブラミリオーバル認定エネルギーの 販売者である。フォータムの研究開発活動は、下記のような異なるテーマに分かれる。フォータムは、改善方法を提案することによって、社員の技術進展と開発における貢献を促すためにフォータムイノベーション賞を設立している。例えば、3年次評価報告の際に、 その間に描かれたすべてのアイデアのうち3つのアイデアが選ばれ、ネット500ユーロの賞金や報酬が与えられている。フォータムは北欧でスマートグリッド活動を展開することでクリーンテックから利益を得て財政資金の収集に役立てている。フォータムは市場開放下にある現代の欧州でエネルギープレイヤーとしての地位を持つ一社である。 バルト諸国エネルギー市場相互接続計画を通して、バルト諸国から求められている需要を満たしている。2008年に、ロシアの電力企業 TGC-10 を取得してからは、西シベリアが重要な運用区域になり、フォータムの売上げの2割弱を占めている。フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、ロシア、バルト海沿海地域において自治体。 環境保護団体、研究機関と漁業の調査に参加している。また、ボスニア湾で毎年70万の稚魚を放流している。水力発電施設で調整された川や湖に、パイクパーチや、レイクトラウトなどの白魚の再増殖にも参加している。フォータム財団は、自動保護、スポーツ、環境配慮、研究支援などに関わっている。また、 グリーンピースと共に活動しているありがとうございます。